こんにちは、吉谷さん。私ね、すごくね、面白いことを思い出したんですよ。というのが、昨日、ウグイスパンを食べる動画を撮ったんですよ。これはなぜかっていうと、その前の日にスーパーに行ったら、ウグイスパンが68円で売ってたんですよね。で、それをちょっと思い出して買って、よし、動画を撮るぞと思って動画撮ったんですよ。で、私自身の YouTube を検索すると、ウグイスパンを食べた動画っていうのが3つぐらい上がってたんですよね。これは何かっていうと、私はウグイスパンを食べる動画を去年撮ってるんですよ。そのウグイスパンを食べてる動画を見て、速稼塾の塾生が増えたんですよね。で、こんな切り口からもね、塾生さんって増えるんですよ。商品って売れるんですよ。だから、何に再現性があって何に再現性がないのかってことは、そのまずはね、実行しない人には分からないんですよ。だから再現性がありそうなものを狙ってやる人って、結構ね、再現性、当てないんですよね。できないんですよね。まあどうですかね、多分ね、ウグイスパンを食べたからって言って商品買ってくれる人なんて、世の中にね、まあ一人ぐらいじゃないですか。で、その一人を私がね、速稼塾の塾生さんとして召喚しちゃったんで、もう市場には残ってないっていう風な説明だと分かりやすいかな。実態とはかけ離れてる説明かもしれませんけども、例えればそんな感じじゃないですかね。だから吉谷さんが缶をプシュッて開けて、まあいろんな人が反応してくれたと思いますけども、マーケット全体でその缶をプシュッと上げて当たりを待ってる人っていうのは吉谷さんに集中しましたけども、まあそんなに多くはないんじゃないかなと思うんですよ。まあそういった形でね、マーケットバランスは取れていくんで、じゃあ自分が何を人より早く始めるか、ここに先行者利益があるっていうふうにまとめられるかなと思うんですよ。だからうまい方法があるからって言ってみんなが真似しだしたら、それこそ過当競争になって珍しくもなんともなくなるんで、見に来る人は減るっていう理屈ですかね。まあでもね、吉田さん面白いですね。インスタグラムでプシュッとやるやつは以前から聞いてましたけども、確かにね、誰でもできる、再現性もある、でも誰もやらない、やらないから再現性にものすごく疑問があるで何もしてないっていう自分が1年2年5年10年と残っていくということですよね。缶をね、こうやってプシュッと開けるということ。じゃあコーヒーは買うのにお金かかるじゃないかみたいなこと言いそうですね。いや、自分コーヒーそんな飲まないんでとかね、缶コーヒー買うのは経済的じゃないから、インスタントコーヒーをこうやってコップでサラサラと飲むんですよみたいな、ね。まあ、講釈は何でもいいから、うまくいってる人のうまくいった行動をね、そのままやってみろっていう話ですよね。まあ、それしかないかなと思います。うまくいってない人って、うまくいかないことを一生懸命やって、うまくいったことを、まあ、軽視するんですよね。まあ、そこの、最初の目の付けどころが全く違うってことかなと思いますね。いってらっしゃい。